はいどうも、ということで今回やっていきましょうかね。前回どこまで行ったんだっけ。さすがにちょっと時間が空いてしまって記憶が怪しいですけれども、あっちのシナリオで良かったのかな。とりあえず行ってみようか。うわっ、それをきっかけにするかのように近くにいたホームレス風の男、あっちを突き飛ばして走りました。これは読んだな。この後から変わるのかな。スーツ姿の若い男、これ、うわ、これは違うんだ。あ、違う、これは、あ、いけたいけた。あ、これで飛べたんだ。なるほどね。はい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 。で、ジャンプするのが正解か。あ、でも、あ、でもこのままバットエンドか。あ、なるほどね。オッケーオッケー。多分間違ってるね。多分間違ってる気がする。だからこれでタイムチャートで戻れるのか。で、このままいくとバットエンドだから、このバットエンドを回避しろと。あ、そう思い出した。で、ここではもういいから、このままいっちゃう。このまま話を続けてみよう。こうやって行ったり来たりするのがこのゲームの面白さでもある。1人、2人、3人、4人、5人、10人以上はいる。なんだなんだ、何事だ。あのアタッシュケースを追っているのか。すぐに男たちは人混みに紛れてしまった。あれだけの人数で追いかければすぐに外国には捕まってしまうだろう。そうだ、あの女の子。アチが振り返ると女の子はまだその場にいた。心配そうな顔をしながら外国人の消えた方向を見つめている。何やら物騒な雰囲気がする。話しかけて、うん、まあ A でしょうね。何やら物騒な雰囲気がする。今度はくたびれた背広姿の中年男性がゆっくりと近づいてきた。足が悪いのだろうか。杖を使って歩いている。杖の男が懐に手を入れた。そこから取り出されていたものにアチは自分の目を疑った。え、あ、拳銃。コルトディクテクティブスペシャル。コルト社が1927年発売した38口径リボルバー、シシバナスノブノーズと呼ばれる短い銃身が特徴。ディテクティブスペシャルという名の通り、刑事や麻薬取締り犬など官などが護身用で持つことが多い。なるほど。とそこへ突然若男が走ってきた。それを見て杖のとこがくるりと厳しさを返し、雑踏の中へ消えていく。よくわからないがやけに胸が騒いだ。なんだ、何か起こっているのか。男は険しい表情で、険しい形相で女の子に向かって走ってくる。とっさにアチの体が動いた。うおお、思いっきりジャンプすると男に飛び切りを放った。なんだお前は。男はすぐさま体勢を立て直してアチに迫ってきた。そっちこそ何者だ。ああ、アチと男が交差点のど真ん中に睨み合い始めた。手離せよ。そっちが先に離せ。お前が離したらな。お前が先だ。お前って言うな。お前もお前って言うな。どちらは全く譲ろうとしない。そんな二人を遠巻きに周囲の通行人たちが危険そうな顔で見ていた。やべえ、ドン引きしている。なんでこんなことしてんだ俺は。すぐにカッと頭に血が昇ってしまうのは悪い癖だ。急に熱が冷め、アチは抵抗するのを得た。男もそれ以上言い募ってくることはなく、アチのジャケットから手を離した。男はハチ公像に近づいていき、がっくりと膝をついた。さっきまでいた女の子はもういない。おっと、もしかしてさっきの女の子と待ち合わせをしていたのだろうか。男のただならぬ落胆ぶりを見てそう思ったアチは少し申し訳ない気持ちになった。そのまま男に気づかれないようにアチはその場から立ち去った。はあ、歩いてきたばかりの道を戻る。出鼻をくじかれたような気がして、もう日課のゴミ拾いをする気分ではなくなってしまった。ああ、漫画でも読んで寝るか。アチは今日一日をそうやって潰すことに決めた。あれ、これバッドエンド。あ、バッドエンドか。あれ、どこで待っ、あ、さっきのとこかな。じゃあ妙な男と口論になる。カノーがスクランブル交差点に戻ってこないようにするにはどうすればいいのか。カノーがスクランブル交差点に戻ってこないように。
やべえな、どっちもバッドエンドか。ここで間違ったのかな、それとも。ちょっとここでもう一回戻ってみるか。で、これ何事だでちょっと違うのにしてみるか。どうせ映画かドラマのロケだろう、気にすることはない。多分あれだ。あれもうこれ、これなんかバッドエンドの音楽が。もうバッドエンドの音楽流れてるけど。はあ、はあはあ。空を見上げると薄い雲がゆったりと流れ、先抜け吹き抜ける風が気持ちいい。気分良くなりながら辺りのゴミを拾い、今日はどこをどう回るかと思いを巡らす。あれと何かが破裂したような音がして、にわかに交差点の辺りが騒がしかった。ん？パンクか？その音をきっかけにして何人かの集団が走り出したようだ。映画だかドラマの撮影がアクションシーンでも入ったんだろう。少し気になったが、あちらを振り返ることで交差点から離れるように歩き始めた。今日はちょっと足を伸ばして四ツ谷あたりまで行ってみようか。四ツ谷、ははははそんなことを考えつ、あっちはご機嫌な気分でゴミを拾い続けた。おい、物語が進まん。やっぱ可能変えないといけないのか。じゃあゴミ拾いを続ける。てことはだ、どっちもバッドエンドなんだよな。何事かを一旦選択して、で話を聞いてみようかにして、でこれで可能にとってバッドエンドが変わるはずっていう、こういう進め方でいいはず。ここは読んだよ、なんだか。次の選択肢、これか。ここの選択肢が飛ぼう。どうする、追うべきか、そこに戻るべきか。さっきこっちを選んでバッドエンドやったら、こっちにしてみるか。このまま泳がせるのはリスクが高すぎて、こっち捕まえるしかない。外国人は細い路地に見えてるが、見逃さないよう金もあって、行くんだ路地に迷うことなく走り抜ける。どうやら渋谷の街をよく把握しているのか。その時カップルのような二人連れがゴミ捨て場の前にいるのか。あっ、あっちが、あよくよく見てて女の子の瞳だった。お、なるほど、これでいいわけだ。辻さん、大沢瞳を発見。目つきの悪い若者に手を引かれるようにした瞳が走り出す。20代の若者と一緒です。身寄り連れられている模様、無線で報告をするとすぐに変だよ。どういうことだ？わかりません。あの若者も犯人グループの一人なのだろうか。何かから逃げるように走る様子はどう見ても普通ではない。よし、外国人はこっちに任せろ。お前は王様、大沢瞳を追え。了解。カノ愛する二人の後を追った。ほう。待て！カノの声に若者がちらりと振り返った。しかし足を止めるどころかさらにスピードを上げる。これで、そっか、あ、こっちのストーリーも進まった。瞳も若者に引っ張られて連れついていく。女の子の足ではそうそう早くは走れない。追いつける。そう思いながら一気に距離を詰めようとした。すると逃げ切れないと思ったのか、若者がようやく止まった。ほう。若者は瞳を背中に隠し、可能を睨みつけてくる。なんで逃げたんだ。あんたが追ってくるだろ。来るかだろ。下手な嘘だと思った。逃げる人間には逃げる理由があるものだ。若者がじいじいと後ずさりをする。その分だけ可能も前に進む。とにかく彼女を離せ。若者がちらりと瞳の様子を伺う。瞳は怯えたように首を振った。もしかしたら何も言うなと脅されているのかもしれない。このままこの若者を見逃すわけにはいかない。あぐ、突然脳手に衝撃が走った。ぐらりと視界が回転して平行感覚がおかしくなる。バサバサと音がして黒いものが空中に浮かんでいるのが見えた。カラス、なんか六方全書じゃなかったのか。それを最後に狩野の視界は真っ暗になった。へえ。
バッタのカラス。犯人を追っていたカノンは途中大沢瞳と遠藤和知に出くわす。そこで口論となり、不意に頭に衝撃を受けて気を失ってしまった。アチがこの場にやってきたのは瞳を連れて一目散に逃げ出したからである。もしアチが交番に駆け込んでいたら、はあ、交番に駆け込む。じゃあアチでこれ変えればいいのか。これで変わってるはずだから。なるほどね。これでだからこう行くのは正解なんだよな。でここまで取れ飛ばそう。拳銃でこっから物語が変わるっぽい。このシーンはなかったもんね。杖の男はすっと拳銃を握った右手を女の子に向けて伸ばした。銃口は彼女の頭に向いている。え、女の子が杖の男に気づいた。自分に向いた銃口を見るとそのまま表情を凍りつかせた。とっさにアチの体が動いた。勢いをかけ出して杖の男に思いっきりタックルを入れた。予期せぬ一撃に杖の男は地面に倒れ込む。杖の男って誰だ。男はすぐに拳銃を構え直し起き上がってくる。何が何だかさっぱりわからないが、穏やかではない状況であることには間違いない。来い。青ざめてる女の子の腕を強引に引っ張った。女の子は状況が飲み込めていないようだ。小動物のように体を震わせている。早く。ようやく女の子は怯えた様子でうなずいた。でこれで交番行けばいい。とにかく交番だ。女の子の手を取って駅前の交番へと向かった。ところが交番の中は空っぽだった。いつも当たり前のように警察官が駐在しているのに、なんでこんな時にかけて留守にしているのか。恐る恐る後ろを振り返ると鬼の形相した杖のとこを追いかけてくる。やべえなこりゃ。こうなったら走って逃げるしかない。女の子の手前が JR 山手線のガードを取る。山手線を変えて山手線の状況を取る。感情を見せて走らずに走り出した人たちが出ないのか。なんて言うんだこれは。卸町216%。定員143人は約300人もってこと。ちなみに神戸市への地下鉄は山手線と赤羽市場を通過してます。そうなんだ。東京はさ、違うんですよ。電車すごい大丈夫だ。任せば。その前にこれ頼む。コンビニの前を駆け抜けながら表で掃除をしていた際にゴミ袋を預け投げた。こっちだ。人組に紛れて裏路地に入る。こっちって行き止まり。女の子は小さな声を出した。任せろっつったろ。そう言うとビルとビルの合間を塞いであった木の板を蹴り破った。すると人が通れそうな道が開いた。ほらな、ここいらは庭みたいなもんでさ。かわいい。女の子は戸惑いの表情を浮かべた。どうした？早く。だけど私。女の子は幻想の表情であっちを見返す。無理もない。いくら拳銃で襲われたとしても、いきなり現れた男を信用できるかといえば確かにそれは別問題。しかしためらってる暇はない。杖の男も裏路地に入ってきてしまった。ここで立ち止まっていたら確実に捕まってしまう。彼女聞いてくれ。女の子の腕をしっかりと掴んだ。俺は遠藤和知、22歳。女の子が変なところに追われていたら迷わず助ける。理屈じゃねえ、本能だ。真剣な顔で女の子の顔を見る。かっこいいな遠藤和知は。本当。女の子は少したじろいだ様子を見せたが、向かって小さく投げていた。よかった。和知は安堵のため息をついた。もっと忘れちゃいけねえ。追いかけてこられないようにそばに積んでいたビールケースの山を倒した。やってきた杖のところ目の前で瞬く間にビールケースが通路を埋める。これが杖のとこか。あぶねえ、タッチの差だったな。杖のとこは無理やりに通路に入るとそれが大量のビールケースに邪魔されてしまう。悪いなおっさん、それ片付けといて。ビールケースの隙間から杖のとこは悔しそうな顔を覗かせている。バイバイと手を振ってからビールの隙間に姿を消した。
ビルの隙間を通り抜けて細い路地に出ると小さなスナックが何軒も並んでいた。あの杖の男が諦めていなければ大通りにつながる道で待ち伏せされる可能性もある。迂闊に動くより身を潜めていた方が安全だ。ここでしばらく様子見だな。古ぼけたスナックの前に立つと女の子は手招いた。女の子はおずおずとあっちについていった。入り口付近のスイッチを押すと安っぽいシャンデリア風の照明が二人を照らした。あちはカウンター脇の小さなソファーに女の子を座らせた。女の子は神妙な顔つきであちのことを見ている。変な疑いを持たれている気がして慌てた。いや勘違いすんなよ、何もしないって。ここ知り合いのやってた店でさ、もう潰れてっから安全かなと思って。必死に言い訳をすると女の子は小さく笑った。分かってます。勘違いしてない？はい。よかった。あちは胸をなで下ろした。じゃあ改めて、俺は遠藤あち、あちって呼んでくれ。大沢ひとみです。私もひとみで。ひとみが一言一言喋るためにあちは自分の胸が高鳴るのを覚えた。品の良さと知性が彼女の全身から醸し出されている。今まで自分の周りにこんなタイプの女の子はいなかった。あちさん、え、どうしたんですか？なんかぼーっとしてますけど。いかんいかんと頭を左右に振った。今は瞳に見とれてる場合ではね、惚れたな、あっちよ。心があっちあっちだね。あの杖の男からいかに彼女を守ってやるかを考えるんだ。とりあえず聞かせてくれよ。一体何がどうなってるんだ。はい。でもどっから話せばいいか。瞳はうつむいて考え込んだ。どうやら相当に込み入った話なんだ。わかりました。それでは順を追ってお話します。ああ、待って。アチは瞳の顔の前に手のひらを突き出した。悪い、なるべくわかりやすく頼むわ。俺、なんつうか頭良くねえし、難しい話ってダメなんだわ。はい、努力しています。背筋を伸ばして瞳は話し始めた。昨夜、姉が何者かに誘拐されたんです。犯人は身代金の引き渡しに私を指名してきました。おっと、なんだよ、さっき言った。あ、ごめん、ちょっと待って。いきなり話についていけなかった。そんな時、ああ、すみませんね。そうそう、早かったもんな。そんな時は、上十字キーを押してください。これまで、はいはいはい。あざす。戻るか、じゃあ。引き渡しの時間は午前10時。場所は渋谷のハチ公前。約束の時間に外国の男性が、身代金の入ったアタッシュケースを取りに来ました。その後さっきの杖の人が現れて私に銃を向けて、でここからかまた借りずれー。アチは頭を抱えて大声を出した。てかそれドラマか映画の話？いやそういうわけじゃ、ドッキリとかじゃないよな。本当の話です。瞳が真剣な目をした。確かにこんなことで嘘をついても仕方がない。全て本当の話なんだろう。ちなみに身代金っていくら？5000万円です。瞳はためらいがちに答えた。あっちは思わず反応に困った。刑事さんは営利誘拐の相場だって言ってました。相場ね、やっぱあるところにはあるもんだな。行ってからしまったと思った。悪い、余計なこと言っちまった。頭をかいて謝ると瞳は静かに首を横に振った。だけど誘拐事件って聞いてわかったぞ。交差点であの外国人を追っかけていたのは張り込んでいた刑事だったんだろ。よし、よく気づいた。あちの脳裏に外国人を男たちの姿が浮かんだ。ん？ちょっと待ってよ。誘拐犯はアタッシュケースを持って逃げたわけだろ。じゃあ手ぶらの瞳を追ってきたあの杖のやつは何なんだ？そうなんだ。それがわかんないんだよ。さあ、わかりません。ただ。それっきり瞳は口を閉じた。どうやら言いにくい事情があるようだ。まあとにかくさ、早いとこ警察に駆け込んだ方が。それはダメなんです。瞳はきっぱりと言った。警察には相談できないんです。なんで？アチが聞いても瞳は答えなかった。しばらく重苦しい沈黙が続くと瞳は席を立った。
ありがとうございました。それじゃあ私行きますね。え、行くの？瞳はアチに向かって深々と頭を下げた。いや待てよ、行くってどこに？店から出て行こうとするのをアチは慌てて引き止めた。これ以上ご迷惑はかけられません。あとは私だけでなんとか。いやちょっと待てって。瞳がドアを開けた途端、二人は言葉を失った。目の前にあの杖のところ拳銃を構え立っていた。ということでちょっとキーがいいんでここで一旦切りましょうかね。まあ、町は昔のあれだけど、四ツ谷に関してはどんどん動画上げていこうかな。一応以上にしましょうかね。また、極力早いところで上げていこうと思って、今後もよろしくお願いいたします。ということで、以上、パラプンテ、ジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。またよろしくお願いいたします。さよなら。